はい、今日はリンゴの、螺旋階段を紹介したいと思います。以前もまあ紹介したんですけども、もうちょっと細かいのをやろうと思います。はい、はい、リンゴなんですけども、中心からちょっと横のところの部分をこう落とします。リンゴは残りはこんな感じになります。で、こういう感じですね。これを縦に切っていきたいと思います。できる限り細かく切ってください。駒を切れたリンゴをひねっていきたいと思います。はい、行きました。リンゴの螺旋階段です。こんな風に、階段状に見えます。リンゴは後ろ、ここからはそうですね、階段状に上がっているような感じです。まあ、よかったらやってみてください。以上です。